こんにちは。賃貸のお先イメージキャラクターのボラスくんです。本日は、奈良市南京和町にございます、レオパレス柔らぎという物件と2階のお部屋に来ております。それではマカスくんと一緒にご紹介させていただきます。はい、まずは玄関となります。さあ、玄関入りますとですね、左手側にございますのが、まず奥にね、室内洗濯機置きは、洗濯機ついております。また、左手側にはね、こちら、お手洗いとなっておりまして、ポシェット付きのお手洗いと、お迎えにございますのが、はい、こちら。はい、お風呂場となっております。浴室乾燥機もついております。では、通路を戻ってきまして、こちらに電子レンジ、冷蔵庫ございます。さあ、奥にはね、こちらキッチンスペースということで、はい、二口コンロ。またね、しっかりと収納もついたキッチンスペースとなっております。はい、ではお部屋の方入っていきますと、まずは、こちらですね。はい、インターホンがございます。さあ、全身のね、姿見ついております。はい、こちらですね、お部屋の方には、こちら、机と椅子がございまして、はい、こちらですね、エアコンもございます。また、セコムですね、ホームセキュリティもございまして、こちらが、はい、テレビですね、ついております。またね、こちら、収納がクローゼットタイプとなっております。はい、このように、ハンガーポール付きのクローゼットとなっております。はい、またこちらにございますのは、ベッドということでね、こちらで、お布団を敷いてね、寝ていただけます。また、ベッドの下の部分にもですね、このように収納がついておりまして、収納もね、多くなったお部屋となっております。はい、それではこちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。賃貸の先では、こちらですね、来年予約いただきますと、仲介手数料の特別割引キャンペーンなどを行っております。レオパレスの物件におきましては、仲介手数料無料にてご紹介をさせていただいております。奈良のもてなし奈良心、賃貸の先では、お客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。